2016年9月19日、韓国 JTBC によると、日本の気象庁が、このほど、12日夜に韓国慶尚北道京州市で起こった、マグニチュード 5.8 の地震の震源の深さを、当初の 10km から 36km に修正したと発表したが、韓国の発表と 20km 以上も差があることが分かり、物議を醸している。日本の気象庁は、京州地震が発生した2分後、本震の震源の深さを 10km と発表した。一方、韓国地質資源研究院は、約1時間後に 12km と発表。韓国の気象庁は、正確でないとの理由で公式発表はしなかったが、15km と非公式の数値を出した。その後、日本の気象庁は、地震直後の通信障害などで集められなかったデータを反映したとして、震源の深さを 36km に修正した。この報道に、韓国のネットユーザーは、様々なコメントを寄せた。99% の確率で日本が正しいと思う。地震対策意識が世界で一番高い日本の気象庁の資料が正しいと思う。悔しいけど日本の情報を信じる。地震に関する情報は全て日本に任せよう。日本の地震専門家をスカウトして雇うべき。韓国は日本の情報を見てから適当に数値を出したのだろう。数値が正確かどうかを確認する人もいないし、確認する方法も知らないのだろう。地震への対処法は日本から学ぼう。深さ 10km でマグニチュード 5.8 の地震が起きたら、韓国の建物は全て壊れていたはず。